よっペロペロザッペロ踊ってる生い茂りやんか入って入って入ってあ、違う入ったら死んでたもうむちゃくちゃやろあいついやいやいやあったのことあってんのかそれいやいやいやで突き、た時のね、はい、あったっていう時のリアクションすごい5月人形が家にある方おめでとうございますおめでとうございます出してほしいですよねやっぱねああいう文化大事にしていきたいうちはもう娘2人やからもう出すことないかな兜出したいけどねあれはね武家の習わしなんですねほうほうほう5月梅雨時期前に、旧暦やと5月の子供日あたりは梅雨の明けやったんですねほうほうで梅雨明けに家にある兜を外に出して干す干してたんですよ鎧兜、うん、それが大体旧暦の5月になってまして習わしになったとその習わしで武家の家では出すってことですか豪華な鎧を出すことが今の転じて男の子は強い男になるよ兜出すとあ勉強にもなりますよこのチャンネルは虫干しやったんですってあれは臭そうやねでも臭いからねだいたい江戸時代なんかも平和なんで兜使うことなかったんで、うん、代々家に伝わる兜をこう出して庭の木先に出して飾ってたということでしたこたびはこれまで終わっていったなかった今日はなかったいや あったです世にも奇妙な間違い探し、はい、めちゃくちゃあのロゴに寄せてきてる丸パクリですね物語のものが赤字なんかなあれまた八番出口のような感じのはいはいはい、はいただなんかその戻るとかじゃなくて間違ってる個数をちょっと宣言する宣言するみたいなことだって聞きましたけども人が忽然とそうだとこういった場合大抵は事件性のある人為的なものが原因しかしいくら調べた何の糸口もつかみ隠しだ隠しというか言えない事件も存在するそういった超常現象を専門として調査する民間団体、うん、パラノーマルインベスティゲーションズコンサルティングさっき日本語に書いたんですけどね通称 PIC どういう意味長いデスペロホテル長いとか言わない1028号室ええやんかこの客室に泊まりし客は忽然と姿を消すという噂がネット上網の目電脳電子電脳世界に広まっておるその方向検出の多さから事件性のあるものとして警察もご無業も動き出し捜査を行い医師が何も見つけることはできる、うん、置きっぱなしの荷物や食べかけの食事まるでその場から一瞬で消え去ったがごとくなりの現場だったとこんなほんまにあるみたいですからねこういうの手がかりもないように思えるが我々はこういった超常現象に対する専門的な知識や経験がございますなればこそ言い切れることがござるそれは超常現象には必ず火蓋が存在しておるということじゃうん、失踪した状況を詳しく調べてみるとその規則性があることが分かりましたそれは旅籠の客間広間で夜の懇議が行われておりその際にもじゃもじゃ音楽家の名曲博士太郎とか泣いてくれ博士太郎の名曲なんと、G 戦場の、うん、沖縄の戦場のござりまするが演奏されていたことじゃ、うん、そこで2名の調査員を送り同じ条件でその部屋にこもってもらっ泊まってもらったその後調査員が持ち帰りし絵巻動きには驚くべきものが映っておった、うん、眠りについてた調査員が一瞬にして消えたのじゃ起きて作業していた調査員が何の変化もなるほどこの部屋には本来一人用で定員が1名のため観測者がいなかったというのがこの現象の詳細が不明であった理由なのじゃろう、うん、サナさんは方面でその部屋を調べてまいると、うん、調査員が消えた時と同条件の時のみ、何それ磁場みたいなことですか時数が、うん、時局が来る、重力がやや弱まるなどの異常探知これらを解析し扱える技術力として製品化することが我々にとって最も重要な仕事じゃ、調査員が消えた1週間後救出に向けて
減少の解析を進めてまいると、なんと調査員が帰還したとの報告、そこへ、そしてどこへ参り、どうやって帰ってきたのかを問う、そう問うと効果だった。そこは旅籠のごとくで旅籠にあらず、どこか別の場所じゃ。なるほど、神隠しやな。昇降のぼりかごと通路、あかぬ客間、それと奇妙な出来事、死んだと思うたら1028号室で目覚めたとな。最初は何をすればよいか分からぬ、うん、ある法則性、ここ大事。それはほう、最初の、ま、最初の回から変化した特定のものの数を昇降かごに入力すると下の階へ進むということ。なるほど。間違いの数を入力し下の階へ降りていき、ようやく一階へたどり着くと、まばゆい光に包まれたと。気がつくと外へ出ていた。なるほど、心得ました。間違いの数を入力、この時期から気合が消えないように怪奇物語好きな我々に聞いて、はいはいはい、この時期はとても強烈なものだった、うん、その後解析が進み、この現象の危険性は極めて低いことが分かった。行方不明となっていたものも長くて2週間ほどで発見、今ではデスペルホテルに、1028号室は唯一無二のアトラクション、客寄せ部屋となっておる。ホテル側は PIC への連続的な協力を、 PIC がホテルへの技術提供と、客寄せ部屋としての安全確保を約束し、両者は良好な関係を築いておって、何年も予約立派じゃが、ついに今日自分の番が来た。鼓動が高鳴り、思考が絡み合ってしまったものから、今日はそれがしが出陣ということだな。そういうことでございます。さあ参ろう。さあ長文、長文でしたね。長文でしたよ。世にも奇妙な間違い探し、始まり始まり。さあ着きました。こっちに行けんのかな。多分ね、この部屋でもう違うってことですね、この通路。え、これ正解じゃないの。1028は部屋ってことか。うん、まずその部屋を探しましょう。あ、うん、聞き耳紐をつけねば。これで違いとかもありますからね。番号、部屋番号か、どこ書いてる。奥かな、この一番赤い部屋か。怪しいね。あ、ここですね。じゃあな、いざ。マウスですね。これはマウスか。あ、綺麗な部屋じゃな。ここです。さあ、このお部屋が多分元のお部屋。うわ、絵が3枚。いやちょっと覚えきらん。はい、多い小物が。閉めようか一回。この衣掛けとかもね。電気、電気、電源が4つ。三角衣掛けも。真ん中。1つ、真ん中。はい。電気棒。電気棒。4つ。4つ。そして、ニューヨーク、東京、ベルリン、ロンドン。なるほど。首都連なり。うん。ニューヨーク、東京、ベルリン、ロンドン。うわ、これ順番とかあんのかな。ベルリン、ロンドン。あ、そう、歌で覚えてる。うん。ニューヨーク、東京、ベルリン、ロンドン。パリズだって、ワーになって。オッケーオッケーオッケー。忘れといてくださいね。で、この壺。壺。針金、盆栽。針金、盆栽。鳥かご、丸鳥かご。鳥かご、枝。枝盆栽。緑馬。で、枝盆栽。枝盆栽。牛乳入れ、枝盆栽ね。鏡。鏡。衣掛け。枝衣掛け。1,2,3,4,5。うーわー、あかんあかん、これはちょっと覚えの多すぎる。あ、作る、あ、なんなに、ベストタイム。あ、これは多分なんか早く出た時間がここに書かれてるってことかな。そういうのがいいってこと。あったござった、間違いござった、いや違った、いない、いない、よっ、いない、おっ、しんどー、それよりも電車が始め、おお、え、なになになに、お、おお、こんな旅籠はもう嫌じゃん、よー、走りて走りて、注意深く見聞、よあ、これあれか、やり方教えてくれてるのか。そうですね、はぁ、あ、はぁはぁはぁ、始まったな。さあ、え、だから部屋の中とかじゃないかもね。廊下がか、
え、今の見てると部屋の中じゃなかったよ。廊下の絵とか。ここからスタートして、あの昇降加護行くまでの道中ってこと？多分ね。ニューヨーク、東京。恥ずかしいよ。ニューヨーク、東京、ベル。なんでここ調べさすんじゃん。開くとかあって。ここはまあなんやろ。ここも始まってるってことなのかな、実は。いや、ここは始まってないでしょ、多分。あの、なんか、動き絵巻を見る限りは。外の話？外の話。ややこしいことしてくんな。最悪は全部覚えてる。でも一回ここには入らなあかんってこと？どうでしょう。やっていけば分かるかもしれない。もう多分変化が現れてるはずですよ。寝なダメなんかな？寝ないと神隠しに合わないみたいな書いてましたからね。一晩ここで床に着く可能性あり。はい、あ、なんか椅子の上に何か置いてる、はいはいはい、あ、これや、これや、あ、これで始まるんや。この度はあお泊まりいただき早速でありますが、案内させていただきます。得意な部屋であることはご存知だと、うん、また特別な体験を楽しめるためにさせていただきますが、贈り物、なるほど、紙袋の中、準備が整ったらおゆるりと寝てくださいと。一生忘れない体験が待って、ペロペロザッケローニ、じゃそらふざけた名前よ、ちょっとおもろい贈り物。ペロペロザッケローニ、大喜利も強いかもしれません。さあ、なんか撮りましたよ。何も分からへんの。あ、これちょっと待って、寝る前にこの紙袋見たいけどね。こういう時はインベントリーね。それどうやるんでしょう。もう寝よ、もうあれでいいんや多分。いや、なんかアイテム使ってくださいみたいな書いてましたけど。さあ、一休み。一休み、一休み、一休み。ああ、もじゃ神音楽家の音が鳴ったね、今。さあ、目覚めました。ここからだと思います。思われます。足がない、もう体がない。あ、なにれ、はい、英語読まれへんのよ。レティクルスティッカーズ、なんやろ。はい、何なんすか、何してんのこれ。場所は変えてますけど、なんやねんこれ。あ、なんかどっかにあるんやな、これが。この部屋のそれと合わすんじゃない。全く意味が分からんのな。もうちょっとした遊びでしょ。これは多分ね、小遊びだと思いますよ。関係ないんか。ああ、あの標準、照準絞る印を変える。なるほどね。どれでもええわ。いいそれでもええわ。丸にしておきましょう。あ、丸じゃ見たもんね。いきますよ、こっからです。合ってるな、これな。ニューヨーク、東京、ベルリン、ロンドン、合ってます。さあ、何が、あれ、くらい、もう一個違いますね。1でいい、1でいいでしょう。もうくらいも、え、何、もう始まってんの。もう始まってんじゃない、これ。あ、光ってへんへんへん。逃げなあかんのかな。逃げなあかんね、多分ね。違う、はいはいはい、変、これね、変か。無限大 F 1、2、3。それでいいの？ 3じゃない、これ。3だけ？ちょっとよくわからんな。一回行ってみる、3で。はい。部屋の中は関係ないねんな。なんか一番端っこになんかうねうねした人いた。で、これ。これ。3つ。はい。これで一回やってみますか？え？うん？今からやった。まだ始まってないの。いつ始まるのか。どこからやろ。全然まだまだかもしらん。10階のなんか説明してるな。イージー、スタンダード、スタンダードプラス。いや、そら間違いの数が増える。標準で間違いが起こらない。クリアタイムは記録されない。スルー。標準でいくか。標準的な難易度で、こっちなんて書いてる。10階の
10階のものを覚える、下に1階に行き10階と違うものを数える、エレベーターに、はい、10階と違うのを数、はい、数えて、その下は今ここ無限大階、もう一個下見て、奇妙な現象は間違いとは関係ない。え、はい、ま、前とあれやん、旅館の階とわら、あの座敷わらしの違いみたいなことや、はいはい、10階に戻りたい場合はエスケープとリスタート、まあ難易度普通でいってみましょう、いきますか、はい、さあ10階からですよ。何よこっから、覚えてください10階、これがノーマル、覚えようや、ランプの形状、あこれでいいの、ランプこれね、ドアの色赤、絵の絵柄モナのリザドの、はい、小判、小判ね、柄ひげ親父の横顔10階始まった、何にも始まってなかった今あ、なんかやってやって、見て見て、カウントアップ、カウントダウン、右クリックはカウントダウン、なんじゃそれ、どういうことだよね、棒を使うともうカウントされる、ああだから間違いだったら押したらいい、そうしますか、なになに、これはまあ覚えりゃいいやろ、これを、これ間違いよね、黄色、いや、今覚えようじゃない、ここが正解の、ああ覚えよう、そうあ、じゃあ覚えていきましょう、指紋むずどこまでのこと言うんやろ、でも今はさ、電気とモナリザとコインとあれを、あれだけじゃ、ありました、ありました、あれは何なの、あれも覚えようです、あれだけを見てたらいいんじゃないの、形状と柄と、いや、それだけでは多分つまずくと思いますよ、そうかの、赤、桃色、うわー、え、見ましょうね、これめっちゃむずい、誰が描いた絵や、これこんな絵買うなよ、133、うわこれ無理よ、一回ちょっと一回行ってみよう、パッとね、どれぐらいのむずさかも分かってないから、必死にやりすぎて、あ、こんな選んでいいんやのパターンあるから、いやいやいや、そう、前の旅館の時もそれやったから、はいはい、カバナリザと叫び、そしてカバンで、色の順番覚えてる、覚えてますよ、左が赤で右が黄色で、これ青ピンクってなってます、で小判ね、うー、これどっか異国のお金じゃな、これな、おそらくな、絶対そうじゃん異国のお金が、うん、お金じゃ飾られてます、並びとか横はなし、あ、そしてこれ影、いや、猫だけじゃないですか、猫だけ、はい、これで1個だけちゃうとかやられたらもう消すやめる、それはないでしょ、うん、で、黒、緑で、この、これはマリリンかな、あ、でもないね、マリリンかなと思いましたけど、だいたいモンローまで言うけどマリリンではない、あれ言うときあのマリリンと俺言う、これもこの絵もよく見るやつですね、なんかね、これ毛もやぶで見ましたな、で、ね、こっちもこうなんか注いでるやつね、もう色忘れたね、注ぐオナゴ、もう一回言ってみようよ、頭巾オナゴ、そしてこのちょっと抽象画のやつと星、星あった前みたいに片方行って片方戻り、さあじゃあ一回言ってますか、自分たちがどれぐらいいけんのか、さあ始まり、こっからでした皆様、参ります、23分かかりました行きましょう、さあもうピンクちゃうんちゃう、違います、ここ黄色でした、1カウント、はい、これ合ってそう、あ、なんか、はいはい、なんか顔いっぱいついてる、2、何個とは限られてないんやな、顔何ついてんの、目か口かなんかいっぱいついてるね、あれここカバン、これ黄色やったよな、ここ、あ、違う、黄色青ときてるのか、ここの色は合ってますよ、扉はこれカバン、カバンの方電気ついてなかったっけ、違う、うわー、どうでした、うわー、分からん、それは分かりません、
カゼト君一回3にしてみよう。違うかな。カバンの方が電気ついてて、あ、そして小判なんかちゃう気がす。あ、一緒か。一緒よ。小判一緒でしょ。うん、いや、減らしとこうか、カウント。なんか小判の方電気ついてたから気がするわ。減らしとく？うん。じゃあこのカバンの上が光ってたら提灯ではなかったということね。なんか小判の方光ってた気がした、はい、黒？猫です。あれ？猫ですな。左下犬。え？左下？一番左下犬じゃな、あれ。猫？え、一番左隅？これ、猫か。見たわかるやん。 そうです。あの場、あれ、あんだけ近づいたらまだ歌わない。緑もあってる。そしてマリリンね。モンローまでいるけどな。合ってますね。そしてこの、青ずきんと2位なわけないか。注ぐ女。ちょっと電気どこがついてたとかが曖昧や。いや、やっぱ片道方式にしようよ。押し合った。とりあえず2位でいきましょうか。うん、いや、意外といけてるような気がしますけどね。15とかあんの。そうなのよ。知ってたかのように。正解分からんよな、多分。もちろんな。これだから、進め、下の階に行ければ。左見て。え、何、なんかこ文字見て。文字戻った。正解が出てる。3。あ、いやー、カバンのとこか。やっぱりあの電気、それがどうかは分からんけど、あの調子。もう一回見に行こう。3でした。もう一回見に行こう。覚えようのコーナーや。だから提灯、扉、絵、小判ね。で、これもう一回正解見に行きましょう。もう電気のとこ見る。あ、電気ちゃうやん、ほら。だから右、前みたいに右行って左行ってくれよ。その、両方覚えられへんから。はいはい。黄色消えてます。あ、でも電気は合ってましたね。そう、合ってんねん。カバンの方が消えてて、小判か。いや、小判合ってますよ。4、なんか人だかり。でもさっきと同じとこにはもういかんから、わからないのよな。黒で消えてる、消えてる。で、横顔、マリリン、姫で、右突き。このこれちょっと覚えていいかな。白右、ここ覚えるとこやから。で、消えてる、消えてる。で、消えてる、消えてる。注ぎと、青ずきん。うん、右突き。今のところ右突きばっかりやな。猫、左突き、桃色、左突き。で、ここはさっき違うのあったもんね、見つけた。なし。覚えました。いけそう。だから桃色だけ左突きなんやな。あとは全部これ右がついてる。左突きや。あ、だから手前だけ左突きや。あ、なるほど。あとは消えてる。一番手前消えてる。左突き、左突き、 左突きで、消えてる。右突き、右突き。いけますね、これね。よし、行こう。ちょっともうサクサク行きたい。これな、10回やったらいいってことね。そうね。9きた。さあ、参ろう。消えてる、消えてる。あれ、黄色じゃないよな。いや、黄色、黄色、黄色、青じゃない。ん、あれ、黄色だったっけ。黄色、青やろ。うん、だから2個目間違えてるわ。黄色、緑、ここが1ね。これ違う。絵は合ってる。え、右突き。文句合ってるか。合ってますよ。合ってるな。え、叫び、はい、うん、微笑み、叫びね。あ、違う。何が違う。あ、コインが違います。あ、ヒゲ。これを1とするのか。これ1でしょ。2個違うねん、小判。1でしょ。でも小判が違うで1じゃないですか。小判が違うで1でいいねんな。1、消えてていいな、はい、消えてる、はい。絵が違う、違う、絵が違う。これなんか違うかった。男の横顔やった。さあ、で、右突きでいいねんな。右突き、ここ桃色やったっけ。ここ白やったような気がしますけど。あ、白やった、白やった。あ、いいね、いいね、いいね。で、これとこれ合ってます。で、ひっくり返して、あれ、注ぎはついて、終わってる。5。え、ここついてなかったっけ。すいません、ここはこことここがついただけです。そうそう、多いね、この回で。右突き、緑で合ってたか。合ってるか。
そうか、黒の向かいは緑。黒の向かい緑で、ここが白な、白やな。桃色左付き、ああ、まあ、これだね、ま、だ6。あれ、あの縦長の絵あんな線入ってた、ちょっと上に線入ってた、1本右縦長の絵。いや、いや入ってなかった。でもこれ、これ奈良に通なんのか、この絵とはまた別で違う。ああ、そういうことか。いや、分かりません。絵の個別はどうなの、やったら小判も個別になってくる。とりあえず個別じゃなくて絵でいきましょうか。これは普通だよね多分。6、やっぱ個別ちゃうか、あんな変えてくる意味ないもん。ほな、7、8、8までいくってこと。まあ最大8やな。一旦じゃあ6でいって、6でいって探ろう。ここに正解が光る。答えが、ああ9。もう一個見落としてる。やばいやばい。個別やね、個別でね、個別で見落としも1あった。あ、ああ、その見てなかった形状。あ、この4つに絞りゃいいんや。だから形状、色、絵柄、柄、形見てなかったな。ランプ形見てなかった。絵柄、この4つに気を配ってたらいいってことね、はい、行きましょう。だからどこついてとか関係ないんや、あんまり。黄色で、あ、もう違うやん、ほら、え、ここはノーマルですよ。あ、ノーマルか。で、1個ずつ扉の、あのランプの曲がり具合とか違う可能性あるね。あ、ムンクさっきなんか顔黒かったな。違った違った。あらー、ちょっとそういうとこもあんのか、細かい笑み叫び。うわ、めっちゃむずいやん。だから5人衆、5人林、5人林で、この冠横顔、ひげ横顔、はい、はい、それ何それ、椅子、羽、あー羽やね、天使、鳥男、鳥男、はい、いけそう。形状見てよ、黒ね、黒ね、電気の形状で、マリリンと、マサオカ、神ハエマサオカ式、神ハエマサオカ、え、形状違う、さっきここの色違ってる、さっきね、白じゃなかった、星あった。これは時間かかるな。とこの謎の絵ね、カラクリオナゴ間違えたら10に戻りますからね。地獄やな。で、そそぎと青月、これが当てたね、で、緑、右月、緑、右月、緑、ついてる、ついてないもやるよな、多分、もちろん。どうやろう。あ、ほら、やっぱ線ないわ。うん、線ないね。で、線も1で、ここも1、絵で1じゃなくて、それで2をカウントするってことですね。個別でいきましょう。形状別に違いないと思うけどな。提灯行ってみましょう。さあ、あなたやりました。さあ、参ろう。ふざけるなよ。あ、色違う。1、ここはね、黄色ですよね。あ、2個目もどこが違うわ。黄色、青やもん。あ、口開いてる。2、叫びは OK。 あ、え、なんか黒い気するけどな、まあ、ええか。叫びよろしい。で、ここの色が違う、青でした。3、向かいがピンクやもんな。よしよしよし。 で5人林、うん、冠、あれ、あ、5人林もっと黄色いけるか。銀、銀やった。なんか光でね、ちょっと色は微妙に、いや違うよな。あ、合ってるか。どれが違う。もっと色ついてた、ついてたような気がしたけど。どれが5人林、これ銅の色ってことか。まあ、色はどうなんやな、やってきてんのかな。銀やったか。いや、色絶対やってくるよ。じゃあ入れときますか。一回入れときましょう。4、もうね、ここは、はい、あれ細ない、これ細い。よし、こう
S の。ああ変わってる変わってる。6、7、6で7、これが7。白は白。あれあんな子供抱いてたっけ？どれ？これ。うわ。3人やった。1人ちゃうかった。いや2人でしたけど。子供抱いてたかどうかまでは分からんな。行ってみよう行ってみよう、もう攻めよう。1入れときます。ここ赤でした。赤でしたね。赤です。注ぎは注ぎよし。青ズキンでしたね。ズキンの色違うな。ほんま？こっちが青で髪が黄色です。ああそうか。逆です。これちょうちん。これで1個だけちゃうとかやられたらもう無理やろ。左突き。あれ細いこれ。細いね。気がするけど。9。太いんやろな。え？あれ？近寄ったら細く見えんな。こうむずっ。まあ、一回やってみようか。いや、横から見たら太く見えて、まっすぐ見たら細く見える。ちょっと一回戻しておくと。あ、ちゃう。これは、じゃあ。それやったら1個目の細いも、そうやで。2個消しときますか。じゃあ、あこれで、今現在8。扉の色ここが黄色だったっていうのと、はい、笑ってない。で、笑ってる2で、これが色が青やった。ここが青で3で、これを入れてますね。小判の色が銀銀で来てるけど、なんか色ついてた気がする。色がついてた気がする、はい、で、4で、ここの絵が5、6で、これを今入れたやったの。赤ちゃん抱いてる。5、6で、7で、この頭巾の色8だけですね。行ってみましょうか。これは分からんわ。合っててもちょっと運の可能性もあったりしそうやね、これ。いいですか。はい、一回。あれ2個だから多くつけちゃってる。あの絵やな。まず赤ちゃん抱いてる。赤ちゃん抱いてんのは抱いてる。小判、まあこの扉の色とモナリザは絶対で、この扉は水色、ね、あ、一緒でした。小判は一緒やった。小判はあれで合ってました。合ってた。あの絵やね。ここも違うもんね、明らかに。これこれこれ合ってました。これは皆さん全部合ってました。もう攻めようとか言ってたね。であとは見んでいいや。ああ合ってました。はいはいはい。じゃあ OK。 もうでもまあも違いも分かりましたね。これでもこっからが始まると言っても40分回してんの合ってますんで。もういい加減決めますよ。扉の色。違う。黄色やもんね。電気の形状がね。顔よし。叫びよろし。よし。カバンよろし。青やったね。5人。5人。王冠、王冠、ひげ。とりあえずよろし。はい。ご苦労のはず。はい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 。リリンもよし。白よし。白よし。よし。おっと1しかないぞ。よし。電気の形状だけ気になるけど、青に黄色に、ね、よしよしよし。ここ緑やもんな。はい。よし。猫よし。青じゃない。あ、電気の形状。電気も違う。扉も青じゃない。扉もここはピンク。はい。よしよし全よしで、ここが赤。よし、はいはいはい。あれ3つですね。あれちょっと待って、どうしました。真ん中の下の絵これで合ってる。合ってます。合ってるか。こんな感じでした。なんかこう砂嵐みたいな、はい、3つ。だからここの色ですよね、まず。はい。でしばらくないよ。じゃあ、え、あれ黄色青や。黄色と、そこの扉はピンクなんで、扉が2個違うのと、電気の形状だけ。はい、行こう。
はい、決めた。間違いない。間違いない。間違いない。勝ちました。行くぞ、8回！行くぞ、8回！やればやるほど早なっていくか、さすがにな。よーし！よし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 。初脱出。え？あれ、暗い。え？なんか逃げなあかんやったっけ？やばい時は。なんかそんなんも言うてたな。どうするの？やばそうやん、もう。ね、走るんや。あー、どうす、これは避けなあかんよ。いやいや、こういう要素もあるんや。そんな、関係ない。え、これ間違いはどうな？間違いもやらなあかんの？そんな！黄色。黄色合ってるね。黄色やったっけ？うん、もう一瞬で忘れた、もう。黄色やった？うん、黄色青。じゃあもうこれ、戻ってけえへんから、両サイド見よう、両サイド。電気 OK。ムンク、うん、合ってる合ってる。一回両サイド見て。怖い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 。絵合ってるか？絵指紋合ってます合ってます。はいはいはい。でまず渡ろうか。いはい、よし。あ、絵が違う。あ、合ってる。青は合ってるね。小判の小判までは寄れるな。五人林、小判までは寄れる。あ、違う違う、小判一個違う。まず1。あれ、なんか1入ってるけど、これなんやろ。扉の色、そのままでいい。じゃあそのままでいい。何も違うのなかったよね。なかった。小判で1。一番左、何、ちょっと待って、ギリギリまで寄るね。取れ合ってます、合ってます。反対が桃色で、絵は合ってますね。はい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 、 OK。 絵は合ってる、電気も合ってる。はい。あれ、どうしますか。噛んでええねんな、消えてていいねんな、カバンの反対側は消えてていいよな。え、あれ、いや、消えてる、ついてるやったよな、違うか。え、あれ、青のとこ、あ、合ってるか、斜めについてた。そうやな、合ってますね。よいしょ。怖っ。黒、あ、白じゃないよね、ここ。ちょっと、あ、横横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 、そうそうそう、行き過ぎた、死ぬよ、行き過ぎた、死ぬよ、そうそう、下がり過ぎた、死ぬよ。なんなんこれ。猫の絵、関係ないやん。白じゃないね、白じゃない、ちっとびら白じゃないよな。うん、にで、黒は合ってるか。で、男で、また部員が来るからしばらくしたら時間で。あれ、やっぱライトついてるとこ違う気するな、さっきのとこ。もう一個足しとくか。そうやね、手前2つがついたような気がするんですけどね。合ってる、合ってる。扉の色は白赤、合ってる。絵も合ってる。いや、奥が違う。あ、違う。あと電気ですね。あ、こな、3で行ってみるか。あの電気な、気になるけど。手前が光ってたような気がするんですよね。もう冷静さ書くわ、これ。え、どうやって行くの？今んとこか。あ、ここ、このタイミングで、立った時な。この後、あー、ちょっと、これ死んだゼロやな、もちろんな。もちろん。ここか。うわー、今のか。ここか。よし。また3かな。いやー、わからんな、あの電気な。電気やな、電気のついてる1。あんなんされたらもうそんな。10です。電気。あれ？あ、もう一回8でいけんねや。あ、そこは優しいんや。あ、ほんであれもないんや。あー、ランダムや。ちょっと、あー、優しい、優しい。あー、全然いい。あー、違う違う違う。あ、違う。10秒になってる。あー、なんか怪しいな。うわ、何今のシューンって飛んできた。何なんて言うかね。あー、早いかな。水浸しになるってことや。急がない。黄色やった。今これ1だけ。黄色合ってる。絵はどう？絵。絵は合ってる。うん、困ってる。形状。電気ついてないな。
あ、黒じゃない。あ、逆さ向いてる。はい。人逆さ向いてる。黒じゃない。ない。あ、形状も違う、電気。で、形状。ポイント足しといて。はい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 。小判は？あ、右違うね。右違うね。で、右だけ、右だけ。ついてなくていいんか、今のとこ、小判。まずいまずいまずい。黒合ってる。緑じゃない、こっち。6。マリリン、いけてるいけてる。白合ってる合ってる。で、赤。合ってる。注ぎも。手が合ってる。いけてる。赤合ってる。あった。あー、これ、これ違う。え、あ、合ってるわ。よし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 。いや、どうかな。5、6。まあ、もう一回できるからね。来いよ。仕掛けプラス、え、うー、一個多かった。何やったやろ。またや、またや、また部員や。部員でもない。おいしげりやんか。暗いな。もう全然ちゃうやん。これはちゃうでええの？どうしたらええの？ちゃうでええの？これは合ってるで今。これ個数とかないやんか。もう場所ちゃうけど。まあでも A は、あ、そうか、場所は言われてないから合ってるでええのか。合ってる。扉の色が黒じゃんな。いいよな。黄色、青、黄色、青、合ってる。電気の形状は合ってる。微笑み合ってる。足したらいいの？あ、足してる。そう、さっき多分無意識で押してたかもしれない。人は逆さ。逆さ。青、白じゃない。ここ、桃色や。小判が。いるいる。こんな小判あったか？あったよ。5人。あ、5人衆か。あとの小判はこれと、横ひげと、もう一小判。もう一小判どこや？あった。合ってるわ。これの違いがようわからんね。それはもう、いいんちゃうか。緑。緑やったっけ？緑か。緑、こっちは緑。で、黒。あ、こんなんない。これ。あ、黄色じゃない。ここ黒。あ、あ、電気。あ、電気。6。黒で電気。で、これ入れた。注ぎ。注ぎと、青ずきん。うん、白扉合ってる。星合ったと。あ、これ。あ、これ違う。いや、やってなかったやった。え？これ、あ、この絵、あの絵ってことか。うん。なんか違う違う。7。いいですね。7。はい。よし。さあ、降りたいよ。もう草とかを入れんのかな、一つに。は入れない。貝は入れない。頼む。もう、お願いします。あ、いいよ。よーし。いやー、すごいよ、これ。あんな生い茂ってる中で繊細。10に戻らんて、めっちゃありがたいな。待て。なんか、次は何や？うわー、怖い。電車来るな、これ。あー、さっきありましたね、電車。避けたらいいんか？どういうの？あ、やっぱり横のヘリに隠れるとこは隠れて。信号機が鳴ってる時は危ない。黄色、青やろ。絵は合ってるね。扉の色が青、赤も合ってます。モナリザ。はい。合ってる。カバン。青合ってる。桃色合ってる。この電気が、これ光ってるのは関係ないってことね。これは関係ないじゃない。形状だけですもんね。あ、違う。あ、違う。五人林が違う。あ、入って入って入って。あ、違う。こっちかって。入ったら死んでた。危ない危ない。電車とも繋がってチャンスチャンス。え、これ大丈夫じゃないね。黒だね。黒やね。ここね、2。チェック見ていきますか、ね、うん、あ、で、この絵が違う。3。で、白。腰とあれも合ってる。赤。あれ、ああ、やっぱ違うね。頭巾合ってる。ここは緑でしたね。ここ緑。4。はい。5。5。動か5。ここ見直してないね。押してませんよ。
見とけよ。来た来た。いいね。よいしょ。よいしょ。もう掴んだかもね。完璧です。あ、なんだこれ。音が変。これでも死んだ場合は銃に戻る可能性あるな。あ、死んだらそらそうやろな。そこだけ注意しよう。なんかこう金管。もう電気関係ないんやな、ついてるついてない。黄色、赤、黄色、赤合ってます。形状合ってる、形状も合ってる、絵が合ってる、叫び合ってる、絵も合ってる。もう色、あれ女一人、おら二人ちゃうかったか。ここどこ、これ合ってるか、そこ、ここ一人です。一人だった。はい、桃色、水色も合ってる、王冠、ヒゲ、はい、全部合ってる。はい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 。ああ、黒じゃなかったね。扉の色を、あ、そこは合ってないけどな。こっちが黒やった、ね。ああ、扉の色ね。別に、あの、普通やな。うん、うん、うん。白の扉、電気、もう合ってるな。あれ位置だけ。いや、ありえますよ、全然。行きましょう。おお、うん、こわ。いやね、なにこれ。いや、これ、うん、そういうのちゃうやろ、これ2ですね。2です。死なん限り大丈夫です。勝ちました。あ、来た、いいよ、いい感じ、いい感じ。1、え、なに1やん。だから扉の色だけですね、多分ね。何落ちたんだっけ。え、カタカタカタ、絵が落ちてカタカタカタってなって、あれ怪異や、あれ怪異。あー、なにこれ、まずい、まずい、死んだかんで、死んだかんで、死んだかんで。この8動いてあかんのか。うーわなんやこれ。で、ホテルもこう閉まっていくってなんやの、その。え、どうしたら動いたらあかんのかな、もしかして。ああ、こうやってやり過ごさなあかんねん。めっちゃ来るで。どうしたらいい。何回か刺されたら終わりっぽいな。あうあうみたいな言ってたから。こう折っても動かんかった。あ、1押してもってるで。1、扉の色1です。あ、そうし、ここがね、あ、あ、黒も白もある。白も違うね。だ、動かんかったら刺さんのちゃうかな。ちょっとずつ、だるまさんが転んだ方式、ちょっとずつやな。モナリザ、よし、うん、こい、よし、真ん中行きたいけどね。こっちの扉の色は青やった、はい、よし、絵もよし、で白押した。はい、小判見ましょう。よし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 。触れたらあかんのかな、どうやろう、うん、まあでも噛まれてなさないですね、多分まだ今んとこ大丈夫そう。絵大丈夫ね、扉の色大丈夫ね。はい、いけるいける。はい。あ、ほら、この音があかんねん。当たったあかんねん、多分ね。あっち、絵見てないけど、いけるか。マリリンの絵や。向こう側からこっち見ますか、じゃあ。あー、人違う。違う違う。3や。3や。終了。扉黒やもんね、ここ。黒、お、黒と白やな。白。緑、赤。OK です。よし、じゃあ。隠れ、隠れて。今めっちゃ飛んできてるぞ。刺されて死ぬことはないんか。アウアウなるだけ。あ、いけないだけなんか。いや、3、もうここで終わりが一番嫌やろ。いいそう、良さそう。よーし、また水系か。あれ5か、もう深っ。
なんかクリオネ、クラゲ。え？電気や、ね、電気の反射か、これ。絵は、よし、で、黄色。青じゃないね。あ、これも違うね。赤やね。ここが赤？で、右の奥も違うね。右の奥が。ムンク違うね。ムンクが違う。うん。3。扉、扉、ムンク。元の色がわからんくなってる、もう。赤ピンクやね、こっち側はね。赤ピンクで、黄色青やもんな。で、小判5人林。5人林。はい、小判、小判合ってる。で、黒、白、緑合ってる。これだけ謎やな。もういけてる。あ、真ん中の色が違う。いけてる、いけてる。扉赤。赤緑ね。はい、あ、くちゃいてる。くちゃいてるし、頭巾の色も。ああ。いいんじゃないですか。はい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 。いけてくれ。15個なんかめったにないんやろ。いい感じ。もうだいたい緩くなっている感じで。よし。簡単ですね。あと4回。完全に掴みました。お、普通や。普通や。黄色、緑、黄色、青、赤、ピンク。扉の色はいけてます。絵も OK。モナリザと。あ、モナリザが違う。あ、顔開いてる。口。合ってる。なんか合ってる。で、小判5人。合ってる。あ、電気の違う。形が。あ、ほんまや、危ない。2、2。忘れがち。よしよしよし。黒。ああ、色違う。何の色？隣の。あ、ここか。いや、違う、ここは合ってる。合ってる。何が違う？白。ああ、ここが白じゃない、緑。はいはい。はい、大丈夫です。で、赤で。はい。これ、なんか、一人が絵を覚えて、一人が扉の数とか覚えてたら、色とか覚えたら簡単かもしれんな。分担してやったら。いったでしょ。違う。え？5も違う。全然違った。何が違った？2個も見つけれてなかった。ちょっと集中変えてきてるか。なんかもう元がね、忘れちゃうっていうのがこれの結構ミソかも。黄色青でしょ。扉黄色黄色になってるね。扉1。扉1。え？ああ、電気が違う。とかがなんかちゃうかったんかな。2個見落としてたな。2個見落とし。猫？猫はどういう違いなんか。扉の色ね。あ、逃げろ、逃げて逃げて、下がって。最悪最悪最悪。袖袖袖袖袖袖袖。よしよし、お見事。なんなんこれ、デカムシャみたいな。あぶねえ。もうえ、むちゃくちゃやろあいつ。むちゃくちゃやん、もう。何してんねん。まあでも、あ、治った。治るんかい。これは残るんかい。ああ、戻った。ああ、治った。関係ない。もう、忘れるな。そうだ。忘れる。それがこれのあれ。3つやけどね。行こう行こう行こう。もう、戻って、わからんってなるより、もう、行って、リセットした方が早い。あれ読んでやってる。今、押したで、最後。あ、間違えた。まだ押すの3で押したらいいってことですか、ね、そうか、そうか。いい感じ。いった。はい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 。よーし。いやな、荒くれ者は。おっと。わー、ああ、絵が一個変やった。ちょっと待って。動くね。絵が変。見にくいなー。あんなドクロもなかった。ドクロ。黄色。
鳥男、鳥男合ってる、黄色合ってる、あ、青、青の、え、ここ、あ、赤やったやんな、で、こっちが青やんな、あ、青、青やん、この辺は合ってるね、ドクロ入れた、モナリザ、小判、ヒゲ、くそ、見にくい、ウォーカン、青、あ、白じゃない、四つ目、はい、モニマヤシ、これ最初のやか、ってる女の人、はいはい、三連ちゃん、よし、これ黒でした、あ、黒合ってる、黒合ってる、絵はこの猫の絵がいまいちわからんな、まあそんな細かいことしてこなさそうやな、合ってます、合ってます、あった、で、これも合ってる、合ってる、白も合ってる、白もいけてる、ライトも合ってる、あ、これ違うね、なかったね、赤で、これも合ってる、あれなかったね、これ、これもない、はい、6です、6、自信あります、この辺からね、あ、いったいったいった、おめでとうございます、自信あります、さあ、2回あと2、死んでないのか、どころか死んでないのか、マジ奇跡そう、まあ、食べないのちゃうね、扉が違う、電気が違う、扉が違う、扉、小判は合っている、合ってる、あ、形状、形状、ライト、合ってる、もうか、4つ、あ、黒じゃない、あ、扉の色、あれ緑やな、黒の向かいは、うん、緑、あ、違うね、どれが合ってるな、白、あ、形状、おお、いいね、7、よし、さあ、あ、なんか何の回も起こらんかったな、こことかあんの、いや、だからこれ標準の難しさやから、もっと、あー、そうかそうか、うん、よいしょー、はーい、あれあれあれ、お見事、ああ、もういいってことか、最後一応やっとく、最終、うん、最終っぽいね、あー、終わりや、終わった、浜崎殿、やりました、浜崎さんの歌も作られた、浜崎さんあの歌も出口かな、あー、出口ー、あー、どこに出るんやろ、急に8番出口みたいな、おめでとう系のこと、え、誰か人のいた系、結構え用意してくれてる、怖っ、赤野ちゃん、デスループのエンディングや、1時間2分48秒エンディング1分の1じゃないのか、時間によってあれだから、もっと早やったらエンディングなんか変わりそうやな、結構アカンエンディング穴に落ちて穴に落ちて奈落みたいな、真っ暗闇で死んだ、はい、面白かった、これの難しいわ、あー、また目覚めました、あー、これこれがベストタイム、最初覚えてたんとか何やったんや、あれ無駄やったね、うん、難しい版もあるんでね、はい、また挑戦しましょう、こたびこれまで水が今年も全国ツアーを開催させていただきます、いいよ、名付けて全国8トン巡り大吟醸、ありがとうございます、4月の東京公演を皮切りに、はい、熊本、島根、北海道、愛知、高知、新潟、そして大阪、うん、で、東京から8です全
国8カ所を巡らせていただきます、はい、詳しくは概要欄に書いておりますので、ね、そちらの方ぜひご確認ください。概要欄見てね、はい、会える日を楽しみにしておりますから来てね。局番登録もお願いします。何やろこれ。わわわわわあ、めっちゃおしゃれっぽい。何登録お願いします。